カ登場。上場上場。あとは俺の指示ですぐに実行に移せるよう待機だ。はっ、行くぞ。どうだ角か、お前の目から見てあやつは。いえ、まだ騙し討ちはできても城攻めが巧みとは限りませんし、やつの卑劣な手で天衛は死んだ。そんな男の力まで欲しいか元君。おお、これは曹操殿。こちらはほぼ整いましたよ。呂布のような手合いは力比べじゃ厳しい。ここは地の利を生かし水攻めといきますか。俺は水門を開けに北へ向かいます。主軍は城の正面で敵を擁動してください。このところの雪で水かさが増えている。水門を開けばたちまちこの一帯は水浸しだ。籠城する相手への水攻めは格好の策。あの呂布といえども耐えきれないのですが。強いぞ俺。あれは曹操の軍勢か。まずい、水門を破れてか。これは放っておくと面倒だ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。この悪雷天衛様がすり尽くしてやる。連盟、曹操の一軍水門へ向かっている模様。何、曹操軍か。ここは絶対に通さんぞ。少し疲れているね。これを使ってみてはどうだ。こんなやり方もある。これで俺たちの向きを知られたりする。さて進軍を続けようか。一人で現れると面白い。ここが相手になってやる。ダメかな。なんという武勇。敵将撃ち取った。Yeah!
西の橋を下ろしに向かおう。これでいい。あの攻撃を止めないと被害が増すばかりだ。拠点を出て指揮する武将を倒そう。すごい量の水だ。こりゃ火以上もたまらんだろ。さて仕上げといこうか。そろそろ水圧で門が破れる頃合いだ。うわっ、水が、助けてくれ、溺れちまう。まずい、外からの水圧で門が破れるぞ。城の門が開いた。さて、いよいよ残るはあの猛獣だけだ。これはいささか、いささか厳しいものだ。まっ、ここは一人の順調に行かなければなりませんな。冷静振り取りで援軍を取りますのだ。ここは止めておいた方が無難だよ。
要なのはこの一手だ。私が一本取られると今でさってどう巻き返しましょうか。新高台のお相手をしていただけますかね。これで終わりではありませんぞ。液晶打ち取った。あんたは存在するだけで厄介なんだ。悪いが、そろそろいい。いなくなってもらうな。そろそろ出発しようか。あの地を抑えてみるのも良さそうだ。抑えるべき場所は分かってる。あとは行動に移すだけだ。
呂不韋、その力見事なり。毛徳、まさか。ん？お、大丈夫ですよ、殿は。うん、呂不韋、そして長領、お主らに問う、力とは何ぞや。ふん、くだらん。戦い、勝ち、すべてを得るだけのことだ。己が信念を果たすための術と心得る。そうして呂不韋は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂不韋はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。お、その点、あなたはもう大丈夫のようだね。